うどんは2006年8月26日公開された日本映画である。監督は踊る大捜査線を撮影した本校勝幸、主演はユースケ・ゆうすけサンタマリアと小西真奈美。映画の題材はタイトル通りうどん。興行収入は13.6億円。香川県を舞台とした映画で撮影もほとんどが香川県で行われている。同じく本、広が。 香川県で撮影した映画には、サマータイムマシンブルース等がある。松井京介は、世界中を笑わせるコメディアンになると、一気音で、青年賞を営む実家を飛び出し、ニューヨークへ旅立つが、泣かず飛ばずで借金を背負ったまま挫折してしまう。香川に戻った、康介を、友人たちは温かく迎えたが、父、拓富は、冷たく突き放す。母親の墓参りに行く途中、 車がガス欠したため、深い山奥の中途方に暮れるス介は、同じく道に迷っていたタウン市の編集者、宮川京子と出会う。右与曲折しながらも、京子と山奥を抜け出したス介は、鈴木翔介の紹介で、京子も働いているタウン市に就職する。タウン情報誌の売り上げを伸ばすため、ス介は、地元の人間でも知らないうどんを取り上げたコラム記事を企画する。 うどんを取り上げたそのコラムは反響を呼び、うどんブームを巻き起こす。だが、その一方でコウス介とタクト富の溝は深まったままであり、結局和解することなく死別してしまう。コウス介が運転する松井製麺所表記入りのクリッパーなるべく多く、香川県出身の芸能人に出演してほしいという、本校監督の意向もあって、この映画には香川県出身の芸能人が、 亀を出演している。前年に公開した同監督による香川県を舞台にした SF 映画作品サマータイムマシンブルースの出演者たちがそのままの役で登場している。長野宗則もサマータイムマシンブルースに出演しているが別人役。松井製年賞オープンセット後前述の通り、ほぼ全編にわたって本校監督の出身地である。 香川県で撮影が行われた、以下は劇中に登場した主な場所、施設、ありがとうございます。